野戸正人です。今年ラオスリーグ優勝することができました。まあ、ラオスではいろいろあったんですけれど、まあ、来年また頑張って、違う国で新たにチャレンジしていきたいなと思います。よろしくお願いします。マサでした。